今回はインスタグラムのストーリーズ、このカメラのフォーカスモードがないっていう話。はい、これブログの方にアクセスが最近来ていて、まあ確かになんかなくなったのかなと思ってたんだよね。まあなんかいきなりなくなることもあるから、まあ深く考えなくて、まあポートレートモードね、フォーカスボケをすごい綺麗にできて、はい、それが見当たらない。まあちょっとここ下画面を見てもらいたいんだけど、今一番右側にしてるハンズフリーでスーパーズームでレイアウト、まあこれ最近種類パターン追加されたやつ。はい、でブーメランもこれもちょっと別の動画とあと記事書いてあるんで、これは先の画面に進むとブーメランモードが出ます。でまあ通常があって、作成でライブ、はい。でまあこれね、この前ふと見てて気づいたんだけどね、あるね、フォーカス。まあこれどこにあるかっていうと、まずこの通常にしてもらって、フェイスフィルターエフェクトこういうふうに並んでると思うけど、これをここに動かす。そうするとこのアイコンあるんで、シルエットみたいな、はい、これがフォーカス。あれ、なんかちょっと今出ないの、ちょっと待って。はい、まあ、こんな感じでズームとかサークルとか、これ切り替えられますモード。なのでエフェクトのところを見てもらうと、はい、このシルエットアイコン、これが目印です。でこれも新機能として搭載された時点で YouTube の方一応どんな効果がかかるかっていうのは撮ってあるので、これも関連動画右上の iMac から飛べるようにしておくので、そこ見てください。おさらいすると、はい、こういうモードのところにもともとフォーカスって追加されてたんだけど、そこじゃなくて通常、はい、通常のところを動かすとこのアイコンあるので、これにしたらフォーカス使えます。はい、ということでこんな感じの、まあ、短いやつも今後配信していこうかなと思うので、よかったらチャンネル登録しておいてもらうと、新しい情報と、あとは何か機能がなくなってしまったとか、そういう時に気づいた点解説していきます。とあとは何かわからないこととか、こういうものが今回フォーカスだけど他の機能が消えてしまったとか、そういう時はコメントとかしておいてもらうと、こちらで調べて回答したり動画作ったりできるものもあるかと思うので、中には解決の仕様のないものもあると思うけど、はい、なのでもし何かあれば気軽にコメントしておいていただけたら、はい、ということで今回は以上です。また近いうち配信していくんで、よかったら見てください。さようなら。